必要のないお金まで稼ぎたがるのは病気であると。なんじゃそらという感じなんですけど、サポート会員さんからのね、質問がありました。だいたい今週に10時間ぐらいしか働いていないと。まあ、それでもお金が余る、ね。もっと稼いだ方がいいのはわかっているが、仕事よりゲームをやっていた方が楽しいと。どうすればもっと稼ぎたい気持ちになるかというね、質問をいただきました。 それに対する私の答えは、仕事よりゲームをやってた方が楽しいなら、ね、ゲームをやってた方がいいですとで。いつでも稼げるスキルがあるのだから、無理してもっと稼ぐ必要がない、ね。そんな返事あるのかよって感じなんですけど、もともとね、この、まあ、輸出で稼ごうとか輸入で稼ごうとかいうサポートを始めたのがですね、やっぱりあの無駄な稼げないことをやっていても、まあ、努力の割には稼げないと。大変であると。 そうじゃなくてね、えー、もっときちんと探せば、もっと楽に効率よく稼げることはあるというのをね、えーまあ、教えたくてサポート始めてるわけですから、まあ、むしろこの会員さんの状態は私にとっては理想的であると。ね、でちなみにこれね、えー、稼ぎの額が少ないわけじゃないです。だいたい少なくても50万、多い時には100万弱ぐらい、まあ、稼げてるという状態ですね。で、まあ、えー、ゲームが非常に好きでゲームをやってるのが楽しいと。 ゲーム好きなだけやって、お金が余るならこんな幸せなことはないと、ねで。無駄に稼いでも、まあ結局ね、えー、まあ親族か兄弟か税務署かわかんないですけどね、あるいはアクシデントかわかんないですけど、まあ、どっちみちね、えー、お金を貯め続けるとかね、えー、持ち続けるってのは難しいんで、まあなくなっちゃいますよと。なら思う存分ゲームをやりましょうというね、えー、回答をしました。 これね、えー、私みたいな怠け者だけが言ってるわけじゃなくて、えー、なんと財閥を作るような人もね、えー、稼ぎを増やすより、無駄をなくす方が幸せになりやすいということを言っております。安田財閥を作った安田善次郎は、えー、自身の著作にて、資産形成は多く収入するよりも少なく費やす方が幸福であると指摘しています。ちなみにこの安田善次郎の資産ってね、 えー、国家予算の10分の1と、ちょっとね、金額がでかすぎて想像がつかないですけど、ちなみに、えー、去年の国家予算が96兆7 0 0億円ですね。っていうと、えー、現在のお金でいうと、大体いい10兆円弱の資産があったと。ね、で、孫さんが、えー、2兆2640億円で、日本一の大金持ちですから、だいたい孫さんの4倍ぐらいの大金持ちと。 えー、そうすると今の日本人だと該当する人いないんで今生きてる人だとね、えー、ジェフ・ペゾスとかビル・ゲイツとかいう感じの人ですね、まあ、そんな人ですら収入を増やすよりも、えー、使うお金を減らす方が幸せになるというふうに言ってます、まあ、ちなみにこの安田善次郎って人は、まあ、ビートルズのジョン・レノンの、ね、奥さんだった小野洋子の、えー、ひいおじいちゃん あと、東大の安田コードを寄付して、安田コードの安田っていうのはこの安田善次郎のことですねで。今ある企業だと、まあ、みずほ銀行、ね。安田銀行は富士銀行になって、みずほ銀行になったというような人です。でそれから、この安田善次郎が言ってるね、えーこう、幸福の条件というか、まあ、資産形成で大切なこと。ね、健康管理こう。健康管理が頭にくるわけですよね。 大体まあこれは健康第一っていうのはやっぱそうだと思います。えー、まあねお金を貯めるためにね食べるものをけちて、えー、不健康になるというんだはもとも子もないんでねえー、まあ、えー、基本的にえー、コマーシャルに載ってるようなもので安いもんっていうのはね体に悪いものがこう多々潜んでますんでまあ食べ物とかでねえー、いいものを を取った方がいいですでいいものは大抵高い場合が多いし、えー、まあ、宣伝してたくさんね、えー、売るってことが難しい商品が多いんで、あんまり宣伝もしてないようなものが多いです。まあ、そういうのもね気になるようだったらご質問いただければ、こういうものでいいのはこういうもんだというのをねお答えしたりもしています。で、まあ、どれぐらい、ねえー、収入を得ればいいかと。 収入の8割で生計を立てて、20%は必ず非常事変の準備として貯蓄した。ね、でこの20%実は、ね、なくてもいいお金、非常事以外はなくてもいいお金ってことで、えー、貯蓄をただしたんじゃなくて、善次郎さんの場合は投資をしました。その投資で、ねえー、当たって、あるいは、えー、その20%で、えー、事業の消防をして、えー、価値が多かったんで大富豪になったということですね。まあ、逆に言うと、 20%以上ね、余るんなら、それはちょっと稼ぎすぎだというわけですね。で、まあ、使うのが楽し,く楽しかったりね、稼ぐのがすごい能力の高い人は別にして、ほとんどの場合、余、えー、まりまくるほど稼いでもね、えー、その労力とか、費やした時間ほどの、えー、メリットはないという場合が多いです。あと、自分の力量を測ること。 例えば100里4 0 0キロの道を10日で行き着こうと思うなら自分の体格を人の体格とよく比べ人よりも勝っている点と取っている点とを吟味しその上で一日に進む利、えー、数を体力に合わせてだんだんと伸ばしていくのが間違いのないやり方だところが多くの人は己の力に対するうのぼれと目的地へ急ぐりの焦りのために 最初に飛ばして13にも14にも進もうとするから途中で倒れてしまうのである。私の経験から言えば大半の人が卑怯に陥り、悲運を招く原因の一つはその人が事に当たるに自分の力を計らず順序も考えずただやみくもに始めてしまうことにある。つまりほとんどの災いは自らの行いが招く災いに他ならないのであるということですね。 まあこれは、えー、よくあるパターンでね、えー、大体あの、じゃあ、ね、これから稼いでいきましょうと言ったときにね、えー、はじめからガンガンすごい質問来てね、飛ばしまくる人で、えー、うまく続いた人いないです。実力以上に飛ばしちゃってね、えー、なんか、えー、しかもはじめはね、飛ばしたところで検討違いのことやってることが多いんで、えー、私のアドバイスしてもね、 アドバイスの重要度の順序じゃなくて、アドバイスの中で自分がやった方がいいこととかね、自分がやりやすいものをやっちゃってね、あまり効果のあることは後回しにして、それほど効果のないこととか、ちょっとね、言ったこととずれたことを一生懸命やって、1、2ヶ月やって効果出ませんって言ってね、思いつけちゃう人がいます。まあ、そうならないためにもね、やっぱりあの、ペース配分ってのは大切なんだなと。 いうことでねこれは非常に重要なところです。であと、目標を立てるにあたってね、まあ、課題評価されていて、まあ、実は役に立たないもの、えー、努力と根性と、まあ。検討外れの努力ほど無駄で役に立たないものはない。中途半端な覚悟しかない人の根性など、風の前の塵に同じと。まあ、これね、なんか学校教育とかね、特にスポーツとかやった人は、えー、努力と根性を好きな人多いんですけど、 まあ、努力と根性でどうにかなることっていうのはね、あんまり世の中ないと、ね。実社会出てみればあんまりないというのが多いですね。で、貯金、ねえー。貯金をすれば老後は安泰ということでね、貯金をしたりするケースが多いですけど、まあ、今現時点でもね、えー、貯金は期待ほど役に立たないと。いざという時のために貯金をするが、いざという時とは貯金が役に立たないケースが多いと。 焼け石に水の,水のような量しかなかったとかね、あるいは以前であれば、ね、何かあれば貯金を崩してって言ったのが、まあ、インフレでね、家が建つほどのお金が電車賃にしかならなかったとか、いうのがね、現実にずっと過去何回も何回も繰り返されていることですで。稼ぐ能力がないのに、貯金だけ持っている状態ほど危険で不幸への近道はないです。まあ、貯金はインフレに弱いと。 除金は詐欺師や強欲な人、税務署に狙われやすいで。下手に持ってるのをなくすのはね、初めからないよりも人にとってはほとんどの場合ダメージが大きいんで、まあ、そういった意味では、まあ、貯金をたくさんするよりも、逆に必要な時に必要なお金をね、稼げるようにスキルを高める、あるいはね、経験を積むという方が全然いいと。あと、常識ですね、えー。常識なんてほとんど役に立たないと。 常識とは偏見の別名であると、まあ、この辺のことをね、えー、念頭に必要なだけの、えー、お金を、あるいは何かやりたいために、えー、その手段であるお金をどれくらい稼ぐかということでね目標,を達成して目標を設定してもらうと、まあ、無駄のない目標が立てられるかなと。まあ、ほとんどの場合ね、ね目標って言うとただ単純にね、えー、まあお金を稼ぐ。 サポートしてるんでしょうがないんですけど、稼ぐ金額とかね、えー、だけにフォーカスして目標を立てる人いるんですけど、でそのためにね、えー、時間の自由なくなっちゃったとかね、えー、健康を害しちゃったとか、ね、えー、家族仲悪くなっちゃったとか言ったら元も子もないんで、まあきちんと、ね、えー、何のために稼ぐかというのをね、えー、考えて目標設定していただくと無駄がなくていいかなというふうに思います。まあ、そんな形で。 まあ、今年も一年、ねえー、今年はしかもオーストラリアアマゾン始まりますのでね、f b a 始まれば、まあ、今までやってたアメリカとか、ねえー、よりも断然効率よく稼げる、えー、期待ができますんで、えー、できるだけ楽して、稼いで、えー、自由な時間を増やせて、増やしていただけるといいなというふうに思ってます。まあ、そんな形でサポートしてきますんで、まあ、今年もよろしくお願いします。 以上、天売アカデミー堀秀夫でした。